合言葉は、はい、ザーシュ。歴史大好き吸血鬼、三色すみれです。今回は、織田信長解説シリーズ2回目、信長という男、尾張統一編についてお話しします。前回の尾張激闘編では、天文22年に織田大和の神家を撃破し、美濃の大名斎藤道三の後ろ盾を手に入れることに成功した信長。このまま尾張をまとめ上げると思われた矢先、獅子身中の虫が動き出しました。織田大和の神家を破った3ヶ月後の天文22年10月、信長の弟である織田信雄は突如、織田壇上の中家の当主を名乗り始め、経済基盤を支えている熱田などへ反物を発給するなど、独自に行動を開始。家中での対立が深まる中、その様子を見ていた駿河の今川義元は、尾張国内への影響力を強めるため、織田方についていた水野家の居城小川城の奪取に動き始めました。周辺の城を落とし、助城を築いた今川軍に対し、水野家当主水野信元は信長へ援軍要請を行うことに成功。信長も直ちに出陣するため軍勢を集めるも、織田大和の神家が信長の留守を狙って名古屋城に攻めてくる可能性に備えて、斎藤道三へ援軍を要請、居城の留守を任せることにしました。本来戦国の世において他国の援軍に自らの居城を委ねることは大変リスクの高い行動であり、これを迷わず実行し成功させた信長の決断力、判断力はとてもすごいことでしたが、一部の家臣からは反感を招き、重臣の林秀貞とその弟林道友が勝手に帰ってしまいます。信長は林兄弟の行動に対し捨ておけと一蹴すると、他の家臣団が浮つく前にそのまま出陣。海が荒れる中、周囲の反対を押し切り船で出発して、見事小川城に到着しました。ここで、ね、今川軍の情報を整理した信長は、明朝今川方の城村木城を攻撃。後世村木砦の戦いと呼ばれる戦が始まります。この戦で信長は初めて鉄砲を実戦で使用したと伝わっており、銃を続けざまに放ち、敵の足止めに成功すると、そのまま手勢を率いて突撃を行いました。なお、この時の信長は自ら軍勢を引き連れて突撃したとも、鉄砲を撃っていたとも伝わっていますが、どちらにしても後方で指揮を取っていたのではなく、前線に出て戦っていたことがわかりますよね。信長に合わせて、東から織田信光、西から水野信元が攻め寄せたことで、今川軍はついに降伏。その降伏を受け入れた信長は、水野信友に後のことを任せると、翌日には寺本城を攻撃。その後すぐさま
名古屋城へ帰還しています。信長得意の機動戦はこの時から始まっていたとも言えるかもしれませんね。そんなこんなで無事帰国した信長ですが、同年中に尾張守護の島吉宗が織田大和の神家の当主織田信友に暗殺されるという事件が起こりました。島吉兼の息子島吉兼が信長を頼ったことにより守護を手中に収めた信長は大義名分を得ることに成功。すぐに家臣の柴田勝家を出陣させると、安食の戦いで織田大和守家の軍勢を撃破しています。なお当時信長の弟織田信勝についていた柴田勝家が信長の指示に従った理由としては、守護の弔い合戦という意味合いが強い戦だったことが理由だと言われています。こうして織田大和守家の勢力を一掃することに成功した信長は、叔父の織田信光と謀り、清洲城を謀略によって手に入れることに成功しました。清洲城奪取後は信長が清洲城に入り、名古屋城は織田信光が入ると取り決めが行われていましたが、なんと清洲城を奪還した直後に織田信光は死去することになります。尾張で信長に次ぐ実力者が死去。様々な憶測が流れそうですが、明確な理由は未だ不明なので注意してくださいね。とにもかくにも尾張国内の統一に向けて邁進していく信長でしたが、弘治2年4月に岐阜であり後ろ盾でもあった斎藤能さんが息子の斎藤義達に謀反され戦死。信長は援軍を率いて駆けつけるも、すでに戦は終了しており、斎藤義達の軍勢と小競り合いを起こしながらも無事退却することに成功しました。この道さんの死は美濃と隣接する織田伊勢の神家が斎藤義達側について謀反を起こし、同時に弟である織田義勝も不穏な動きを見せ始めます。さらに朝の同時期には今川家、北条家、武田家の婚姻同盟、公孫駿、三国同盟が結ばれており、隣国の今川家が尾張へ侵攻するための準備を着々と進めていました。このような状況の中、弘治2年8月、ついに弟の織田義勝が挙兵。信長も直ちに出陣すると伊能で両軍は激突しました。後世伊能の戦いと呼ばれるこの戦、織田家の猛将柴田勝家や林秀貞といった重臣を含め1700の軍勢を揃えた織田信勝に対し、信長の軍勢は700と明らかな劣勢となります。多くの家臣が織田信勝についた理由としては、後ろ盾であった斎藤道さんの死に不安を感じた家臣たち、そしてその不安は信長がうつけと呼ばれていたことを思い出したのではないかと言われています。現代でもありますよね。昔のことをいつまでも引き合いなされてぐちぐち言われる現象、その現象が信長を苦しめることになりました。
この戦は柴田勝家と林秀貞の弟林道友が織田信雄側の先陣だったのに対し、信長は自陣で兵を率いて迎撃。戦の序盤は柴田勝家に本陣まで攻め込まれ劣勢になるも、最前線で柴田軍を一括し敵の戦意を喪失させるという、まるでどこぞのナロー系主人公も真っ青なチート能力を発揮して勝利しています。逆に織田信勝の軍勢は織田家随一の猛将柴田勝家が敗走したことで前線が崩壊。林道友は討ち死にし、大将の織田信勝は居城の末盛城にこもることになりました。信長はもちろん末盛城を包囲しましたが、兄弟の母親である父名御前の取りなしにより織田信勝とその一味を許しています。なお織田信勝自身はこの謀反でほとんど主体的に動かなかったことがはっきりと記載されているので、もしかしたら現代に伝わっているよりもかなり無能だった説があるのかもしれません。とにもかくにも弟の織田信勝を撃破した信長でしたが、時を同じくして信長の兄である織田信広が美濃の斎藤義達に内通して清洲城乗っ取りを計画しています。この計画は斎藤軍が尾張へ侵攻して信長を釣り出した後に織田信広が清洲城を乗っ取る予定でしたが、斎藤軍の情報を収集した信長はその動きに違和感を覚えて、すぐに家中に内通者がいることを看板。留守を任せた脇田東衛門に誰も城内に入れないように伝えて出陣しました。そうとは知らない織田信広は乗っ取り成功と思い清洲城に向かうも、城内に入れてもらえなかったことから謀反がバレたことに気づき慌てて騎乗。その後はすぐに信長へ降伏すると、以降一門の重鎮として活躍していくことになります。こうして織田南条の中家を再度まとめ上げた信長ですが、今度は保護していた島義兼が今川家に内通したことが発覚。これに激怒した信長は島義兼を追放。すでに信長は尾張守護の権威を必要としないくらい大きな権力を持っていました。そして永禄元年、美濃の斎藤義達と手を組み、信長と敵対していた織田伊勢守家討伐のため出陣。両軍は雨季で激突すると、後世に雨季の戦いと呼ばれる戦が起こることになります。信長は犬山城の織田信清に自身の姉を嫁がせて味方に引き込むことに成功。兵数は互角でしたが、指揮官として有能な信長が押しに押して圧勝しました。この戦で多くの損害を出した織田伊勢の神家の当主織田信方は居城の岩倉城へ撤退、籠城戦を行いますが、時を同じくして一度は謀反を許された織田信勝が織田信方と手を組んで再度謀反を企てるという大ポカをやらかしています。織田信勝の謀反については柴田勝家が必死に引き止めるも引き入れられず、ついに信長へと密告されてしまい、家中の
混乱を最小限に抑えるため、信長は仮名を使って織田信雄を居城の清洲城におびき寄せると、そのまま暗殺、もしくは自害を命じて考古の類を取り除きました。そして数ヶ月後には岩倉城に籠城していた織田信雄を撃破することに成功しています。家中をまとめ上げ、同族の織田一族を蹴散らし、柴家を追放した信長、こうして永禄2年に尾張統一を成し遂げることに成功したところで、今回のお話は終わりたいと思います。ついに尾張統一を成し遂げた信長、その目は周辺国へと向けられることになりました。しかしそんな信長に大きな試練が待ち構えることになります。次回、信長という男、桶狭間、ぜひご視聴ください。